ヨーゼフ・エドゥアルト・テル・チャー作のリトグラフによるエマヌエル・アロイス・フェルスター像。エマヌエル・アロイス・フェルスターは、オーストリアの音楽教育者、作曲家。ハイドンやモーツァルト、ベートーベン、シューベルトと、ほぼ同時代を生き、ウィーン古典派の交流と変遷を、創作面から陰ながら支えた作曲家の一人であった。当時は、 オーストリア領だった、シレジアのリーダーシュタイネ・バイ・グラッツに生まれる。父親は、財務局の役人だった。ベネディクト会のブラウナウ修道院の付属ギムナジウムに、学び、早熟な学祭を見出される。大修道院長、フリードリヒグルントマンの指示により、有能な教師たちの指導でムジカ・フィグラータを習得した。早くも、少年時代に、自分の恩感に従って、 数々の競争曲やソナタを作っており、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの理論書が手に入ると、自分でそれを筆者したであると思われる。学生生活を終えると、1764年より、経済局の役人となった父親の事務所に勤める。1766年から1768年まで、長編されて、風景不評連隊に所属し、軍楽隊で、応募奏者を務めた。 福音後は、シレジアのミッテルバルデのオルガニストで、音楽理論家のヨハンゲオルク・パウゼバングから、音楽教育を受ける。おそらくパウゼバングの仲介で、その後1年間プラハに滞在した。1779年に、ウィーンに上京して、作曲家や音楽教師として働き始める。エレオノオレフォン列家と結婚したことにより、ウィーンの貴族社会と接触するようになり、 そのつてで名声の基礎が出来上がった。また、ペーター・ヘンゼルや、フランツ・バイス、ヨーゼフ・リンケラと共に、シュパンツィヒ原学史重相談を結成する。モーツァルトや、ハイドンとも信仰を結ぶ。22歳年下のベートーベンとは、カール・アロイス・フォン・リヒノフスキー公爵を通じて、知り合いになった。フェルスターの五人の子供のうち、百二十三年に、 コンティ伯爵にめとられた娘エレオノーレは有名なピアニストになり、自らもピアノ四重奏のための変奏曲を作曲した。エレオノーレの年後の弟ヨーゼフもピアニストやチェリストとなり、バイオリニストのピエトロ・ロベッリの姉妹と結婚した。フェルスターは、数々の弦楽四重奏曲や弦楽五重奏曲、ピアノ四重奏曲のほか、オーボエ協奏曲やカンタータ、 前奏曲、フューガを手掛けた。理論書、通奏低音序説は、1805年に、ライプツヒのブライトコプフウンとヘルテル社より出版された。遺品の楽譜は、オーストリア国立図書館に収蔵されている。ベートーベンは、フェルスターの活動や創作を高く評価し、例えば、アンドレーラズモフスキーや、チャールズ・ニートラをフェルスターに、弟子入りさせた。 フェルスターの主要な門人にフランツ・ペハーチェクやルイ・ニー・ベルメーラがいる。フェルスターが弦楽死重奏のために編曲したバッハの平均率クラビーア曲集は近年エマーソン弦楽死重奏団によって録音された。ありがとうございます。